リーの具合は？サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたせいでオムニアムの放射をもろに受けちまった。今んとこ薬で状態は安定してるが、危険な状態から抜け出せるかは誰にもわからねえ。今シェルターはひどいありさまだ。倉庫の中身はラベンジャーに根こそぎ奪われた。俺とセリーンにはまだ後片付けが残ってる。今シャーリーの面倒を見てるのはジーク一人だ。ジーク、シャーリーの様子はどう？ひとまず危機は脱した。だが楽観はできない。全部俺のせいだ。治療法はあるの？シェルターには最低限の医療設備しかない。できることはもう全てやり尽くした。セリーンがベンジスの友人に連絡して人手をよこしてくれるそうだ。俺もフランツに相談してみるつもりだ。情報通の彼ならいい治療法を知っているかもしれない。少しの間シャーリーの看病を頼めるか。すぐ戻る。さっきの話聞こえてた？お兄ちゃんフランツさんに会いに行ったのね。ねえ、私もう助からないのかな。ごめんね、みんなに心配かけて。私、うん、なんでもない。ちょっとお腹が空いちゃった。食べ物を持ってきてくれない？なんでもいい、お腹いっぱいになればそれで。ありがとうね。に出たの？ちょっと星が見たかっただけ。
ごめんなさい。ほんの少しでいいから、一人になりたかったの。小さい頃、お兄ちゃんに連れられて、ここでよく星を見てたの。私はここ好きだな。平和で静かで、嫌なことなんて一つもなかったようで。ずっと昔のままでいられたらいいのに。私、お兄ちゃんを悲しませたくなんてないのに。シャーリー、大丈夫？私、どうしたら。シャーリー！ごめんなさい、チーク。私がちゃんと見ていれば。お前のせいじゃない。シャーリーの状況が予想よりはるかに深刻だったというだけ。シャーリーの全身をくまなく検査したが、予断を許さない状況だ。いつ何時悪化してもおかしくない。セリーンの友人が手伝いに来てくれるそうだ。だが到着は早くても明日になる。悪いが、もう一つ頼まれてくれないか。ある人物に会いに行ってほしい。その人なら妹を救えるかもしれない。アストラ島の北の海岸に、今はもう使われていない実験室がある。そこに救援要請を届けてほしい。それと、この件はシェルターのみんなには黙っていてくれ。悪いが、その人物の正体は明かせない。こんなことを頼めるのはお前しかいないんだ。ここはずっと前に廃棄されたみたいね。電子機器はまだ動いているの？このデータはタイムルインズ。座標の位置はシェルターのあたり。誰かの家に行くとき、いるかどうかをまず確かめた方がいい。ごめんなさい。伝言を預かってきただけで、見るつもりじゃ。それで、何をしに来た？ジークの妹が重傷を負ってしまったから、助けてもらえないかなって。
それはこっちで処理する。他に用がないなら早く立ち去れ。え、あの、本当に助けてくれるのかしら。なぜあんなことを。ここでは誰かが変異したら、一番親しい人の手でその命を終わらせるという掟があるの。そうすればシャーリーがあんなことになって私たちだって辛い。でもジークは、パールと私はここに残ってみんなの動揺を抑える。ジークのことは私が様子を見てくるわ。シャーリーを眠らせてやろう。シャーリーはまだ死んでない。分かってると思うけど、
現実を受け入れるしかない。シャーリーはもう。結論を出すのはまだ早い、フランツ。この少女は新たな命を賜る。へえ、この子は何になるんだい？クローン？ロボット？それとも君みたいな存在かな？生命の形式にとらわれるなんて浅はかだ。時間が来た。行こう。ジーク、何を選ぶべきかよく考えるんだ。俺はこの子を家に連れて帰る。おっと、全部見られてしまったか。ジークと一緒にいたのは誰？古い知り合いさ。それほど親しくはないけどね。あの人言ってたわよね、シャーリーにはまだ希望があるって。俺の知る限りでは、一度始まってしまった変異は止められない。気の毒な感染者にしてやれることは、人のまま命を終わらせてやることだけ。それならシャーリーは？彼らがどうやってあの子を救うつもりかは知らない。だが、命は取り留めても、シャーリーは俺たちの知ってるシャーリーのままだろうか。ん？何か言いたそうな顔してるな。その件は秘密にしておくつもりかと思ってたよ。知ってたのね。ジークならそうするだろうと思った。で、そいつは君になんて？その人には会えなかったわ。でも通信機を使って SOS を出したら、協力するという返事が戻ってきた。それと実験記録みたいなものを見つけたの。タイムルインズについて書いてあった。タイムルインズか。ずる賢いやつめ。俺としたことが不覚だった。ジークが助けを求めた相手って？アイダの子のボス、コードネームはサーガ。組織内でも奴は極めて神秘的な存在だ。奴が本当にこの島にいるとしたら、さらに面倒なことになりそうだね。シェルターに帰ろう。みんなはまだジークがいなくなったことを知らない。戻って。何？ジークとシャーリーが連れて行かれただと？なんで止めなかったんだよ。止める？彼の性格は君だって知ってるだろう。クソ、ジークを連れて行ったのは誰だ？アイダの子だ。ジークはシャーリーを救えるという奴らの言葉にまんまと乗せられたんだよ。アイダの子だって？ハガードを倒そうと企むあいつらが、なんで？ジークの素性にはやっぱりなんか秘密があるんだな。ああ、それで何か見つけたのか？ジークの持ち物を見つけた。今回の件とも関係がありそうだ。デスクの上にあるから見てこいよ。Your sorrow, your sadness, your weakness. I can see all your self-pity, cursing your cruel fate. But calamity is not without hope. The root of the curse has long been buried. It is etched deep within your bones.
inundated in flesh and blood. You have all forgotten how the world used to be. You have all forgotten. This world belonged to humanity. But mortals are puppets of desire. They raised the Tower of Fantasy, grasping at Omnium from above. How grand, how ridiculous. Those on the ground cower in the shadows, while the pestilential aberration runs rampant, and the fools behind this sit high above in Hykros, in their foolish attempt to rebuild a new order. That is merely a trap, and the rest of humanity are but flies. Lost lambs, have you sincerely repented? When will the savior you call for arrive? Knock hard at the gates of fate. The fertile soil will be sowed with your own hands. Heirs of Ida, there is no need to mourn the dead. The gates of heaven are never closed. I will witness every sacrifice with my own eyes. They will bring about a new order. And this world will be reborn from ashes. この映像でプレゼンをしているのが、さっき話をしていたサーガだ。ジークはアイダの子と昔から関係があったようだね。映像に映っている二人の子供、これがジークとシャーリーだ。二人の両親はかつてアイダの子のメンバーだった。嘘だろ、そんな、ジークはそんなこと一言も言ってなかったぞ。両親の惨劇を目にした彼にとっては、静かな暮らしが何よりも大事だったんだろう。自分とシャーリーが両親と同じ鉄を踏むのだけは避けたかったはずだ。だが、ジークを仲間に引き入れたいアイダの子にとって、シャーリーは最高の駒だ。妹を助けるためなら、ジークはどんな犠牲も厭わない。つまり今回のラベンジャーの襲撃は、アイダの子が裏で糸を引いてたってことか。アイダの子が直接関係しているとは言い切れない。だが、俺の知ってるアイダの子は、目的のためなら手段を選ばない奴らだよ。ジークを連れ戻さねえと、あいつが狂った奴らの駒にされてたまるか。私に任せて、絶対にジークを見つけてみせるわ。アイダの子は一筋縄じゃいかない相手だ。お前さんもわざわざ自分から苦労を背負い込むことはないぞ。助けてもらった恩返しがしたいの。一時的な衝動だけではジークを見つけられない。本当に力になりたいなら、まずは実験記録にあったタイムルインズを探ってみるといい。50年前、ハガードは極秘施設を次々に建設した。シェルターの外にある遺跡もその中の一つだ。でも大厄災の後、その施設は全て放棄された。随分経った今でも、あそこに何があるかは誰も知らない。慎重に調査を進めた方がいい。俺はハガードに行って、上層部に今回の件を知らせてくる。きっと協力してくれるはずだ。まあ、とにかく、また会おう。